はいどうも、副島マックスでございます。1月になってね、年が明けてゆっくりしてたわけですけども、なかなか株の旅に出れずですね、どうしてくれようかと思いながら、でも株ちゃんをいじりたい気持ちは高ぶってしまって、とあるものを買ってしまいました。この箱は何だということなんですけども、これはね、新しいシートです。このシートは古いやつで、こちらの方にね、動画、こっちかな、動画ありますけど、こっちか、動画ありますけども、バイクパーツセンターで買った超安物です。3000円ぐらいで買えるすごく安いシートです。やっぱもうね、2年3年乗ってますからね、いろんなとこがちょっと破けてきてるんですね。見た目はね、全然普通なんですけど、こう開けるとね、こういうとことか破れてるでしょ。擦れるとこがやっぱ一番やられちゃうんですね。擦れちゃってしょうがないなと思うんですけどね。このボディとシートが擦れる、乗ってますからね、しかもね、こうずっとね、やられちゃうんですね。2022年新規一点、シートを新しくしようと思いまして、ちょっと買ってしまいました。これヤフーオークションで手に入れました。ホンダの純正品です。これだ、破け、おお、いい柄、あ、いい感じ、いい感じ。こちらです、純正のシートで、ツートーンで、ここにホンダロゴが入ってるという、ちょっとね、ちょっとしたアクセントがおしゃれになってるやつです。でカーボン柄のね、シートで、これに付け替えたいと思います。付け替えるのはね、割と簡単ですよね。ここのね、ヒンジのこの止めてるやつ、これ変えるだけですからね。遠ミリです。これでいけっかな。ゴムとかついてますから、これなくさないように。はい、取れました。こっちについてるものもちゃんと取っときます。このシートにはありがとうですね。3年間ほど頑張ってくれました。そしてこれですね、新しいシート、これをつけましょう。簡単ですよ、シート交換なんて。こうつけるだけだもん。ヒンジもそのまま利用します。あ、さすが純正、ぴったり。閉めるだけだ。よいしょっと。付け替えました。お、よーし。ああ、いいね。ああ、やっぱいいね。いいね。ここからの絵がいいですね。このホンダマークが入ってるあたり。これいいな。なんか自分のこう色を出そうとするにはね、もう手っ取り早くて、かつ簡単にできる、かつちょっと安くできるカスタムかなと思います。安かったけどね、本当安かったシートです。安い割にはよくできてると思いますけどね、こちらはもうご苦労様ということで、ありがとうございました。そして新しいシート、よろしく。ちょっとまたがって、あ、なんだろう、今までと全然シートの感触が違いますね。昔つけてたやつは結構分厚くて、なんすかね、ちょっと変なそのカクカクしたシートだったなと思います。これちょっとこうやんわりと丸くなってて、足つき良くなった。あ、すごい。ちょっと低くなったのかな。はい、座り心地はバッチリです。いやでもかっこいいな。やっぱちょっと変わるだけで、シートはやっぱね、そのパーツとして大きいですからね、ちょっと変わるだけで全然こうイメージ変わるな。はい、というわけで今回は、今年はこれで行くぞというシートに交換しました。もしよかったらチャンネル登録してください。コメントも高評価もお待ちしております。副島マックスでした。ありがとうございました。またお会いしましょう。いい天気だな。どっか行きたい。いや、いいね。めっちゃいいじゃん。かっこいいじゃん。